ラジャラジャラ、はい、はい、チュルトです。お願いでーす。コインコでーす。チキンチキンマッシュです。はい、どうも、ロボでーす。ハンコーキララのランです。みんなが集まってもらったのは他でもない重大発表あります。やっと金返してくれるんですか。なんとか頑張りますよう分からん、なんか野菜の T シャツ買ってる場合じゃないそんなこと言えねん。重大発表言いたいと思います。皆さんかれこれ努力をして店を持ったじゃないですか。私にもやっとお店ができましたラーメン屋っすか。ラーメン屋じゃないではないです。それね、なんとまた飛ばされるという部分がございまして勉強でね、散々飛ばされてきましたが、北は北海道、南はね、沖縄、まあまああと各地域みたいな聞かされましたけど、今回はなんと、もうなんとね、今の雰囲気わかります。皆さん、愛媛で私がどこでしょう。もっともっと何言うてるわけでしょう。マスク取って何県なんかはっきり言おう。えはぁ、あ、ひおうえんめおうえんけんでーす。勉強ではございません。私が経営させてもらいます。おいこれはなんとね、セールスマンとして頑張ってきます。ちょっとごめんじゃん、ガガガガ今言ってるかわからないんで、僕が正しく説明いたします。あ、お願いします。愛媛県の松山というところに、結構繁華街みたいなのがあるんですよ。まあまあまあ、すげえお金が動いてる街で、ホストクラブも何個かあってね、何千万プレイヤーとかも結構いてる街なんですけど、そこでごめんちゃんがホストクラブの代表として経営することに決まりました。いろんな勉強を得てやってきました。これがいろんなところ行ってますから、突然電話かかってきて、行くのか行くのか、これが最後チャンスだぞみたいな。今で私も承諾させていただきました。僕は気合入ってると思うんで。すぐやったよなあれ。電話して1週間以内に返事しないと、その箱ってずっとあるわけじゃないから、他の店舗さんも狙ってるとっていう状況やし、コメちゃんに早く返事を出してくれって言って、まあ1週間与えたんだけど、24時間経ってないかな。次の日の昼ぐらい起きてます。昨日の件 OK にしましょうって。めちゃうまいコメちゃんにな、やれる機会があったらなと思って、本来の場所とは違うかったかもしれないけど、まあ、愛媛っていうすげえバブリーな街でコメちゃん活躍してもらおうかな。やっとここで1000万プレイになるんか俺が。皆さんよろしくな、本当にな。多分会うことないもんね。ありますよ。初めのオープンの時僕たち全員で行きましょう。やったら会うことあるじゃないですか。多分その日風邪ひく。100歩譲って僕ら全員行ったとするじゃないですか、はい、行ったとしてもコメさんだけちょっと一番やっぱりこの中で最高売り上げ低いんで、従業員みたいな扱いになっちゃう。まあ、利益だけ上げてくればいいよ。金だけ落としてくれれば。全員1000万以上は絶対売ってるんですけど。ああ、もうあれ、本当に頭上がらないんでね、本当に皆さん、落としてください、本当に。その街でさ、ちょっとこう、バーとか行ったりして、視察行ったんですけど、コメンコって人知ってますって聞いたら、一人もおらんかった。ちょっと恥ずかしかったもん。俺は一人ぐらい知ってくれてんのかなと思って、あるやんかよく。チョリゾーさんですよね、みたいな。あ、まあまあまあ、そんな感じになって、俺はまあ、来られへんねんけど、コメちゃん来るんですって、え、そいつ誰ちょっと心配なんですけど、いよいよやばいじゃないですか。それやったらなおさら1000万もね売ってなくて、知名度もなくて、あれ鳥さんこれもう一回考えましょう。いやいや、もう決まりだから。あ、もう喋んないで。あれ見てないで。免許いるな。もう免許取りに行ってるからね。確定したオープン日が決まれば SNS の方にアップさせてもらいますので、フォーカードが限定出勤する日も SNS にて発表します。全員のメンバーの SNS をフォローしていただければ情報漏れすることないと思います。お願いします。お願いします。店の名前も気になるところなんですけど、ここで言いたいと思います。お店の名前はエブリー。エブリー、え、エブリー、エブリー、バンマちゃん。いや、違いますよ。言い直して。トイプードル。違うよ。もう一回言いますね、はい、エイブリー。エイブリー意味なんなんですか。エイブリーは僕にもわからないんで、はい、どうぞ。いや、俺もわからないよ。どうぞ。テニス違うやろ。バカにしすぎやろ。僕が出していてるお店は実在した海賊の名前でやっていってます。はいはい。もちろんエイブリーも実在した海賊で。海賊で行くんでしょ。もう米さん外門とかでいいですけどね。一番近いっす。まあまあ、その時次の店舗出す時に外門にしときます。外門まあいいけど。いいっすよね。ワンピースから続きたくないよ。ああ、なんかやってんな、お前感出るから。でもどっちみち外門あかんでしょ。なんでなん。ずっと守り続けてた宝物がある。これめちゃくちゃ宝入ってるって開けたらかっこやったっすよ。絶望やん。あもう骸骨でいこう。骸骨でいきます。骸骨やってみていいか。骸骨のものがしててにょほほほほほほ。本物の方やん。ということで、オープンしたら心よりお待ちしております。たくさんの従業員の方々も募集しておりますんで、イケメンだと思う方々待ってますよ。やる気があればね。イエース。先にね、言うとくけど、俺より先に売れんで、まあ、俺が先に売れてから売ってくれ。頼むね。めちゃくちゃパワハラやん。